ですか、丸とか四角とかコケを買うわけですよ。もともとあるその既存のお風呂とかが嫌だから自分で選んだ方がいいから、それはバーコと取っちゃうわけですよ。今こっちの駆け出し中のタレントと同じ気持ちになってる。普段着はどんなところで買うの？買い物に行けるのかと。行けますよ。私すっごい普通に生きてますよ。本当に？はい。私は昨日お風呂上がって、うん、頭濡れたまんま頭首からタオルかけて缶ジュース買いに行きましたから、ね。そう。いいね。なんでええなの？いいね。やっぱするでしょ、そういうことするでしょ。でしょ？でも一緒よ。全然誰も気づかないし。そうね。これはでも俺らも嬉しいね。でもそんな、多分そんなジュース買ってるのをもし見かけたらみんなカッカッってなりますよ。いやいやいや、私ね、タクシーのおじちゃんと昨日立ち話してます。ジュースをどれにしようかなって思って選んでて、うんうん、そしたらあのタクシーのおじちゃんが多分そう切ろうと思ってると思ったんですよ。止まって、どこ行くのって言ってきたから、どこも行かないジュース選んでんの。コンビニとか行く？来ますよ。そう。あ、でもどうするんですか？シャンプーがなくなったら。え、そういうのは、そういうなんかこう、わかるけど、おでん買わないでしょ。いや、買いますよ。この大根どれが味が染みてるかなみたいなことは。それはしないから。そうでしょ、うん、そうでしょって。歌詞じゃなかったら何をしていますか。あ、難しいな、それは。浜崎さんの意識の中で何が、例えば歌手って思うのか、うん、詩を書く人っていうのもあるだろうし、はい、PV とかで演技もしてるじゃないですか、うんうんうん、全体としてアーティストって言われ方それでしょ、ええ、自分はその中で何が一番。私はよく言うのは、私の肩書きは浜崎あゆみですって言うんですけど、いろんな人がいて、その浜崎あゆみというね、日本のみんなが見ている人が存在してるわけで、うん、私も